キノコ城は秋竹城。どうも皆さん、天才です。マリサだぜ。マリサンくん、マリサンくんは異世界に行ってみたいと思ったことはありませんか？ない。皆様、本日はトライアングルチャンネルを。いや、終わらない終わらない。マリサお願い、異世界に行ってみたいって言って、じゃないとこの動画が終わっちゃう。行きたくない。いやー。皆様、本日。だからやめろー。もういいです。マリサを無理やり異世界に連れて行きます。それはいいんだが、どうやって異世界に行くんだよ。ふふ、異世界へ行く扉はもう開かれています。行きますか？行かない。皆様。無事到着しました。これが異世界への扉です。どこだ？ここここ。この木だよ。は？バイクでこの木のところを登ったりしてると、異世界に行けちゃうんです。すまん、マジで意味がわからないんだが。まあ見てて。この辺りかな？よいしょっと。どっこいセット。で、できない。バイクつなー。うおー、異世界への扉ー、現れろー。おー、来たー。な、なんだここ。異世界。というより、ワールドの裏側だな。そうなんです。どうですか？すごいでしょ？絶景でしょ？結婚しよ？断る。だがこれは面白いな。このワールドを全部見渡すことができるんだぜ。他にもすり抜けバグは結構あるみたいだから、それも後日紹介したいと思います。ということで今回はこの辺りで終わろうかな。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。マリサの体は、